さあ続いてはこちら、サバ缶です、はい、震災から間もなく2年、サバ缶を愛してやまない人々の絆、石巻の工場と東京のとある商店街の物語です。その絵本のタイトルは希望の缶詰。登場人物の誰もがサバ缶を掲げて笑い、サバ缶を抱えて泣き、サバ缶を手に叫ぶという不思議な絵本だ。缶詰ってな、丈夫なんだぞ。絶対に中身は大丈夫だ。開けてみると中身は無事。うまい。ボロボロ涙を流しながら食べた。それは2年前のあの日、100万缶もの在庫を流され、再起不能と思われた缶詰工場がもう一度立ち上がるまでの物語。瓦礫とヘドロに埋まったサバ缶をピカピカに磨き上げ、被災地の沈み切った心を奮い立たせたのは、遠く東京のどこにでもいる一市民たちだった。そこには二つの町を紡いだ絆があった。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。東京世田谷区経堂、そこは閑静な住宅街の中に、何ともアットホームでゆるい飲み屋が点在しているのだが、知る人ぞ知るサバ缶の町。2年前の3月8日もサバという語呂に合わせて、サバ缶イベントなる、これまたゆるいお祭りを町を挙げて行っていた。お待たせしました、サバ味噌のネギバターでございます。ある居酒屋ではサバ味噌缶に山盛りのネギとバターを乗せたものを出し、またあるラーメン屋ではサバの水煮を炙って、はい、お待ち、サバ缶ラーメンを出すという具合。仕掛け人はサバ缶好きが高じて、自分の店にサバの湯なる店名をつけてしまった須田康成さん。サバ缶グラタン、でこっちはサバ味噌缶チーズ焼き。もちろんうまいサバ缶メーカーにもこだわりがある。昨日や石巻水産さんの缶詰がやっぱり衝撃的に美味しかったですね。木の屋とは宮城県石巻市にある缶詰工場のこと。高級な金華サバを使ったサバ缶は1缶330円と少々お高めだが、一つ一つ手作りするその丁寧な仕事ぶりから全国にファンのいる人気メーカーだった。もちろん経堂のサバ缶フェアも木の屋のサバ缶あってこそ。ところが2年前、そのサバ缶フェアが始まってわずか3日後、我々は今から石巻で最も被害が大きかった漁港に向かいます。もうすでにこの辺りでは瓦礫の山と化しています。あの悪夢が襲った。石巻も巻き込まれている。須田さんの目に飛び込んできたのは、あの木の屋の変わり果てた姿だった。友人のように付き合ってきた木の屋の社員は無事だろうか。すぐに電話を入れてみるが、ただいま電話が大変混み合っているためかかりにくくなっています。つながらない。そしてそれは震災から8日後のことだった。鈴木さん、
安友さん、ご無事で。須田さん。木の屋で誰より親しかった営業の鈴木さんと広報の松友さんだった。本当に地獄でした。いや、今も地獄です。だが再会の喜びもつかの間、彼らが現地の写真を見せながら語ったのはあまりに壮絶な現実。一日にその、まあ、大の大人なんですよ、カッパ予選3本だけで過ごしたとか、そういう話を聞いて。何よりショックだったのは工場は壊滅、倉庫に積んであった100万缶の缶詰の在庫も全て瓦礫とヘドロの山に埋まってしまったという事実だった。もう再会は不可能かもしれない。3人はあのサバ缶ラーメンを出すラーメン屋へ。突然の訪問に驚いた店主の北井さんはサバ缶ラーメンを黙々とすする2人のこんな姿を覚えている。気のまま来たみたいな感じでそうですね、声もなんて声かけて励ましたらいいのか分かんないような悲惨な状態でしたからね。頑張ってくださいって声かけても何に頑張ったらいいんだっていうような感じだったんで。とにかく何かしてあげたいが何ができるのかが分からない。しかし次に訪れた焼き豚屋さんでおかみが言った意外な一言がその後の全ての運命を変える。ねえお二人さん、さっきからダメだっておっしゃってるけど、缶詰だったら中身はどうってことないんでしょ。洗えば売れるでしょ。私たち買うよ。信じられない提案だった。じゃあ今から物資運ぶんでしょと。じゃあこの物資運んだ車の、まあ、下ろして空いたスペースに缶詰残ってんでしょと。じゃあ泥付きでいいから持ってきてよって言うんですよ。でどうされるんですかと。でもだって缶詰その中身食べれるんでしょと。そしたらみんなで集まって洗うからと。それが全ての始まりでした。それから1週間2人は必死に支援物資を集め続けた。その頃木の屋の木村社長も東京にいた。社員70人の給料を何とかしたい、金策で駆け回っていた。石巻に戻るその日の夜、3人を励ますために行われた壮行会のビデオが残っている。何が何だかわからぬまま多くの支援者に囲まれ挨拶を求められた社長。じゃあ後ほどということで、木村さんにちょっとお挨拶いただければと思います。いや今日は皆さんといただきまして、あとはもうただ手を合わせることしかできなかった。震災以来社員をそして会社を守るため張り詰めていた糸がぷっつりと切れた。ありがとうございます。この町にはうちの会社を応援してくれる人がいっぱいいる。共同と石巻、400キロを隔てた2つの町は一つになった。5日後、約束通りやってきた缶詰の姿は想像以上に泥まみれだった。これか。聞けば集まることができた社員4人ほどで泥の中から掘り起こし、拾った発泡スチロールに詰めてきたという。水もまだ出ないためできるだけ手で泥を落としてきたと彼らは言った。その数およそ500個。しかしその蓋を開けてみると、
中には震災前と変わらぬ美しい油に濡れるサバ缶の姿。案の定味も一切変わってはいない。これならばいける。店先で早速洗浄作戦が始まった。が缶には津波に運ばれた重油やヘドロが絡みつき、一筋縄ではいかない。それ洗剤と小麦粉混ぜたらきれいになるかもよ。あ、焼き豚屋のおかみもやってきて試行錯誤が始まった。重曹の水につけといてみようか。洗剤も一緒に入れた方がいいですかね。その時の写真が残っている。サバの湯の店先、積み上がったサバ缶に囲まれ、ひたすら缶を洗ってゆく仲間たち。一つ二つと丁寧に洗われていくサバ缶が大切そうにブルーシートに並べられている。何事かと集まってくる住人には訳を話し、一つにつき300円の義援金をいただくことにした。すると噂を聞きつけ、ぽつりぽつりとサバ缶がはけてゆく。洗い方にもだんだん慣れてきた。一つ目のバケツはたわしで大雑把に泥を落とし、二つ目のバケツで歯ブラシを使ってプルトップに隠れた細かい砂をかき落とす。三つ目のバケツで仕上げをしたら、一人がタオルで拭いて一個完成。こうして一つまた一つとピカピカに光った黄金のサバ缶が積み上がってゆく。何事かと駆けつけた近所の人は訳を聞くと三つ四つと買ってくれたという。気がつけば500個、15万円分もあったサバ缶はわずか5日で売り切れていた。松友さんの胸を震わせたのは、人助けという意識などみじんもない、そんな共同の人たちの心意気だった。共同の方々がやはりこれボランティアでやってるんじゃなくって、私たちこう絹屋の美味しい缶詰が食べたくってやってるだけだから、そんな俺なんて言わなくていいと言ってくださったんですよね。でそういう思いいただいたら、これ何としてもやっぱ会社をまた再建させて、また同じ社員で缶詰作りたいなっていう思いが、まあ、日増しにどん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 強くなってきていました。こうして毎週末救援物資を乗せた車が石巻へ向かい、缶詰を乗せて戻ってくるというサイクルが出来上がっていった。だが本当の戦いはここからだった。石巻ではボランティアまで加わって掘り出されるサバ缶はどんどん増えていった。しかし一方で東京共同の洗い手には明らかに限界があった。積み上がっていく缶詰の山、ヘドロの匂いに事情を知らない人からは苦情も出始めた。その時本当夢中で分からなかったのはやっぱり匂いなんですね。やっぱりその被災した人が共同の駅で降りて角曲がった瞬間に、あの石巻と同じ匂いがしたって言って、石の店に入ってこられたんですよ。店の中も支援物資であふれ、営業もままならなくなる。でもここで諦めるわけにはいかない。悩んだ末、須田さんはあることを思いつく。津波で流された缶詰拭くのを手伝ってくれたら、イベント料金はタダと。まあ、ふざけた話なんですけど、あの缶詰一緒に洗ってくれた人はですね、お酒タダにしますとかですね、まあ、そういったことをしました。ネットで募った缶詰洗いのボランティア、そのシャレっ気に様々な人々が反応し始めた。
私でもできることやりたいです。ちょっと役立つことをして好物のサバ缶を食すことができるなんて嬉しい。お手伝いしてもいいですか？本当ですか？はい、フラッと来て手伝ってくださる近所の方は非常に多かったですね。中にはお年玉袋を握りしめサバ缶を買いに来る子供まで現れた。このお金を使ってください。町の陶芸家は得意の絵で後押ししてくれる。何が自分にとってできるかなってことを考えましたね。あ、これだったら僕らも応援できお手伝いできるなっていうことでしたかね。あのラーメン屋の主人も自分にできることを探していた。750円のサバ缶ラーメンをなんと逆に1杯1000円に値上げ。その売り上げを全額義援金にすると宣言したのだ。するとその男気を客から客が口コミで宣伝。やがてわざわざ他県から食べに来る若者まで現れ始めた。いつしか須田さんのもとには数百個数千個の注文が舞い込むようになっていた。北北海道から南はもう本当沖縄まであの缶詰をその箱買いしたいんでっていう。で例えばその結婚式で昼物にしたいとか同窓会で配るとか、あるいはそのフリーマーケット的なもので売りたいとか、本当全国から問い合わせが来ましたね。気がつけば震災から10ヶ月で掘り出した24万個ものサバ缶は完全になくなり、義援金の総額はなんと7000万円以上になっていた。そして先月、あの津波で壊滅したはずの木の屋の工場に大きな変化が起きていた。石巻の沿岸部、そこにひときわ真新しい工場がある。今年2月から再開した木の屋の生産工場だ。サバ缶で支援を受けた会社はわずか2年で目覚ましい復興を遂げたのだ。いや、今日は皆さん本当に温かいご支援いただきまして、あの日共同の街で胸震わせた社長は言う。思い出すと本当にね、今でもこうちょっとねうるうるとなります。すごいね、我々にはとても真似もできないような、方々でね、本当にこんなにしてもらっていいのかしらっていうね、本当に素晴らしい人だし、日本中がやっぱり大変だったじゃないですか。今まで通りの生活ってできた人って多分いないぐらいいろいろと混乱していた時期に、遠く離れた我々のことそこまで考えてくださるって、こんな方々いらっしゃるんだなという思いでした。取材中、共同の人々が必ず見せてくれたものがあった。それはそれぞれの店に残していた掘り出したサバ缶の最後の一つ。震災を乗り越えた缶詰だから、ある意味ではラッキーだね。縁起がいいじゃない。復興の印、きっかけになったものだからね、人と人とのつながりがこんなにすごいなって思ったのも初めてだし。彼らは皆こう言って笑う。サバ缶というあまりにありふれた食べ物が紡いだ二つの町の強く太い絆。その物語が教えてくれたのは、ただサバ缶が好きというだけでもできる大きな支援がきっと誰にでもあるということだ。震災からもう間もなく2年、田中さん、こういう支援というかお手伝い、末永く続けていかなきゃいけないですよね。木の屋の木村社長がこうやってらして、言葉じゃないんだなって思いました。松尾さんも釜石何度も行ってらっしゃると思いますが、はい、2年経って復興ってまだまだですよね。まだまだですね、あの絵は描けてますけどまだまだですね。木村さん、復興っていうのはある意味時間との戦いでもあるわけで、でもこういうヘルプがあるとその時間を後押ししますよね。
さて2年経ちまして、まあ、被災された方々いろんな事情環境もそれぞれの方によって違ってきてます、来週ミスターサンデーは、はい、この木の屋さんのあります石巻から、中継をしたいと思いますので、はい、石巻の皆さん私とクリステルで行かせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。さて